Welcome back to some more Samurai Maiden. この辺りにもいないか。困ったわね。ねえ鋼さん、今探してる小耳って子、本能寺で会ったあのちっちゃい子だよね。よく知ってるの？そうでもないわ。あの子とは本能寺に来てから知り合ったの。だから紬ちゃんや伊代ちゃんよりちょっと先に出会っただけで、よく知ってるとは言えないわね。どうして私と小耳ちゃんが知り合いだって思ったのかしら。鋼さんがすごく心配そうにしてるから。それにまだ小さいみたいだし、骸骨の人に襲われたりしてないか私も心配だな。ああ、そこのところは全然心配してないけど。え？どうして？小耳さん、すっごく強いんですよ。見たこともない術を使って敵をバンバンやっつけちゃうんです。私もいつかあんな術を使えるようになれるかな。そうなんだ。そういえばやたら自信がありそうな喋り方だったもんね。自分のこと天才とか言ってたし、それにとても博識だしね。出会って少し話しただけでいろんなことを教わったわ。でもそれならますます鋼さんが心配そうにしてる理由がわかんないんだけど。ああ、あの子方向音痴なのよ。そうなんですか？なんだか意外です。あの子に会った時、本能寺の中で迷子になってたのよ。口をまっすぐ引き結んで涙を浮かべながら義眼を蹴散らしていたわ。一人で知らないところに来て怖かったんでしょうね。ちょっとわかるかも。私も電車で寝過ごして知らない駅で降りちゃった時はパニクったもん。私何か変なことを言ったかな。つむぎちゃんも小耳ちゃんに負けず劣らず難しい言葉を使うのね。私のはそういうんじゃないっていうか、未来の言葉の意味は歩きながらでも説明するね。そういうことだったら早く小耳さんを探しましょう。一人ぼっちできっと不安がっているでしょうから。ええ、私たちのためにもあの子のためにもね。うん、行こう。早く小耳ちゃんを見つけて安心させてあげなくちゃ。つむぎちゃんの話だと、あの門をくぐらなきゃ先に進めないのね。うん、門の向こうに門番がいて、それを倒す必要があるの。あれ？よく考えたら、それって変じゃないですか？門番って、普通は門の手前にいるものだと思うんですが。そういえばそうかも。でも私たちは門の向こうへ行かなくちゃならないんだし、門番がどっち側にいても関係なくない？あ、そうですね。私考えすぎでしょうか。イオちゃん、いいところに目をつけたわね。今は意味のない情報だとしても、覚えておけば思わぬところで役に立つかもしれないわ。ありがとうございます。鋼さんに褒められると忍びとして一つ成長したような気がしちゃいます。一方で紬ちゃんの考え方も正しいのよ。余分なことは考えず目の前のことに集中するのも大事。
私の場合、難しいことはよくわかんないだけなんだけど。二人はとても相性がいいのね。それって素敵なことよ。紬お姉様と私は相性がいい。お姉様はどう思われます？鋼さんの言う通りだと思うよ。そうでなかったら私とっくに逃げ出してるもん。やった！お姉様にそう言っていただけて私とっても嬉しいです。ところで鋼さん、ずっと気になってたんだけど聞いてもいい？うん？なーに？答えにくかったら言わなくていいんだけど、その腕って機械だよね？ええ、そうよ。どこか変かしら？変っていうかめっちゃすごいなって。そんなの見たことも聞いたこともないよ。私もです。あなたたちは怪我をしたり病気で失った組織や器官をからくりで代用しないの？義手とか人工臓器みたいな感じなのかな。でも私の時代にだってそんなすごいのはないと思う。ふーん、そうなのね。取り替えも効くし便利よ。なんだか想像もつきません。私の腕がどういう技術で作られているかなんて、それこそどうでもいいことよ。調律の巫女さんの役に立てばね。それは十分すぎるほど役に立ってるよ。鋼さんが仲間で本当に良かったって思ってる。あら嬉しい。ちなみに女の子を抱き寄せるのにも便利なのよ。試してみる？抱き、何言ってるのよ鋼さん。こんなところでダメです。いえ、こんなところじゃなくてもダメですけど。赤くなっちゃって二人ともほんと可愛いわね。冗談よ冗談。冗談？びっくりした。こんな状況なのに緊張感ないな。必要ない緊張なんてしないに越したことないわ。余計な力が入ってると実力を出し切れないってこともあるんだから、肩の力を抜いていきましょ。確かに鋼さんのおかげでちょっと緊張がほぐれたかも。まずはその門番とやらを倒すのに私の腕を役立てるとしましょうか。サクッとやっつけて小耳ちゃんを探しに行きましょ。そうだった、鋼さんの言う通りね。うん、先に進もう。向こうに何かあるわね。私の術でいけるかしら。
配が変わった。気をつけましょう。なんだか嫌な予感がするわね。いざ。とやぶ。ここだ。とやぶ。えい。とやぶ。雷拳シャドウ。やぶ。周囲を警戒しましょう。まだまだ鋼さん、お願い。イオちゃん、ツバメ花火。鋼さん、しびれなさい。どこかに活路があるはずよ。もう少しで倒せそうよ。まだまだこんなものじゃないんだからね。This would have been finished in less than 3 minutes if I would have got that right.日頃の修行の成果です。よかった、無事だったんですね。あな、何が良いものか。迎えに来るのが遅い。あんまり遅いからわらわがお主たちを見つけてやったんだぞ。はいはい、一人で心細かったわね。泣かなかったのは偉いわ。泣いてなどおらん。わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、大陰陽師と名高い大春日の小耳岬の早姫ぞ。いや、元陰陽師か。いろいろあってな、今は一階の忍びとして生きておる。かわいい。なんだ。ねえねえ、この耳って本物？それにふさふさの尻尾、ふわふわでふかふか、触り心地最高。やめろ。わらわは可愛くなどない、かっこいいのだ。お主らも見てないでこやつをひっぺかすのを手伝え。紬お姉様、嫌がってるみたいですから。それよりも小耳さんから話を聞かなくちゃ。鋼さんのお話では冥界の専門家なんですよね。そうだった。お願い、小耳ちゃん、教えてほしいの。私たち何もわからなくて。わらわを尊敬するか。するする。今後許可なくわらわのことをモフモフするなよ。しないしない。よい、何を教えてほしいか言ってみろ。知っていることなら教えてやる。このおかしな空間、冥界って言ったっけ。その冥界にいる魔王が蘇ると大変なことになっちゃうから、それを止めるために私たちが呼ばれたのよね。そうだ。魔王って何なの？調律の巫女って？そもそもこの冥界も何なのか分かんないんだけど。慌ただしいやつだな。そうせくな。一つずつ説明してやる。お願いします。遥か昔、魔王が冥界から渦潮に出ようとした時、調律の巫女が現れて、これを冥界の底に封じたという話はしたな。うん、そういう伝説があるんだよね。まず冥界とは魔王の卵だ。この冥界の底に魔王を祀る祭壇がある。魔王はそこで生まれ、そこに封じられている。そして魔王とは歴史を歪めようとする存在だ。それで？伝承にはそれしか伝えられておらん。わらわの世界では調律の巫女はすでに存在しないのだ。この世界には存在し、未来に伝えられていたようだが。その末裔が私ってこと？どうしてそう思うの？お主、見たところ加減進展の舞を舞うだろう。加減進展流を知ってるの？
剣術界でも超マイナーな流派なのに。剣術？何を言っているのだ。加減進展の舞は武学だぞ。武学？踊りってこと？調律の巫女が魔王を封じる様を再現した舞だ。もっとも形式的に伝わっているだけで実質的な力はないのだがな。舞える者ももうほとんどおらん。でも私の世界には伝わっていた。長い時が流れる間に武学が剣術に形を変えて、おじいちゃんが加減進展流は一子相伝だって言ってた。そうか、だから門下生とかいないんだ。考えたこともなかった。ではやはりお主は調律の巫女の末裔なのだ。じゃあ私が魔王を倒す力を受け継いでるってこと？すごいじゃん私。どうかな、わらわが見る限り果てしなく頼りないが。ぐっ、もっと真面目に剣術の稽古しておけばよかった。まあそこは心配いらぬ。見れば魔王はまだ蘇ってはおらん。そうなんですか？そうなっていればこの程度の騒ぎでは済んでおらぬだろう。魔王は祭壇で未だ眠っている。眠ってるなら先手を取れればどうにでもできそうね。例えば寝ている間に首を落としちゃうとか。わらわもそう考えている。なんだ楽勝じゃない。私はてっきり冥界の一番奥にもう魔王がいて、今か今かと私たちを待ち受けてるんだと思ってた。おめでたいな紬。お主は何も分かっておらぬ。そもそもなぜこの冥界が発生したのかが問題だ。どういうこと。明智光秀と言ったか。そやつが魔王の力を利用するために冥界を呼び出したのならば、祭壇で眠っている魔王を放っておくわけがあるまい。そっか。企みは今まさに進行している最中で、光秀って人がまだ魔王の祭壇にたどり着いてないだけなんだ。だけ？何をのほほんと言っておる。光秀が魔王を蘇らせ歴史を改変するということがどういうことなのか本当に分かっておるのか。だから本来の歴史では死ぬはずじゃなかった人が死んじゃったり、いろいろ良くないことが起きちゃうんでしょ？それだけではない紬。お主の存在が消えるかもしれんのだぞ。はい？私の存在が消える？魔王の戦いに巻き込まれて死ぬとかじゃなくて？ううん、それも嫌だけど。消えるってどういうこと？この時代に生きている人々はお主たち未来に生きる者の祖先なのだ。その者たちが子子孫孫と血脈をつなげていった結果未来がある。だが歴史が改変されてその人々が死んだらどうなると思う？話を単純にしよう紬。お主にも曽祖父がいたはずだな。曽祖父ってひいおじいちゃんのことだよね。つまりおじいちゃんのお父さんか。私が生まれた時には亡くなってたから会ったことはないけど、いたかいなかったかって言えばそりゃいたんじゃない？ではその曽祖父がいなかったことになったら。いなかったことにって、そしたらおじいちゃんは生まれなかったのかな。あれ、そしたらお父さんも生まれないし私も生まれない？そうだ、それと同じことが500年の規模で未来に影響を及ぼす。最初からいなかったことになるのは紬、お主かもしれんし、お主の大事な人かもしれん。大変だ、そんなの超困る。やれやれ、やっと理解したか。じゃあ急がなきゃ、光秀さんを止めないと。その通りだ。だがおそらくその光秀とやらも思うようには進めておらんのだろう。
何しろ聖者が歩くには厄介な場所だ。そうだね。私たちもここまで来るだけでめっちゃ苦労したもの。安心しろ、わらわが合流したからにはもう安心だ。大船に乗った気でいるがよい。小耳さん強いですもんね。うむ、紬もわらわの実力を見て腰を抜かさんようにな。何しろ万年に一人と言われた天才陰陽師なのだ。すごいです。ん？忍者なのに陰陽術で戦うの？忍術じゃなくて？お主、くだらんことを気にするのだな。わらわにとっては忍術も陰陽の術も似たようなものだ。敵を倒せればどっちでも良いだろう。ええ、その通りよ。ならば文句を言わずにわらわについてまいれ。では魔王の祭壇を目指すぞ。切った端から湧いてきおる。光秀め、どこに隠れておるのだ。ん？これは日本史？調律の巫女の持ち物か。先ほどの地震で本能寺からここまで落ちてきたのか。これは準備を怠らないようにね。準備を怠ることなかれ。準備を怠ることなかれ。紬お姉様、何をされてるんですか？今頃、友達は何してるかなって思ったら、画像を見たくなってね。紬お姉様との思い出がたくさんありますね。ちょっと見せてください。いいよ。はっ、頬と頬が触れ合っています。これは、後ろから抱きしめられています。これなんか大変な格好になっているではないですか。いや、女子校だから遠慮する必要がないからね。まあ若気の至りだと思ってくれれば。あれ、イオちゃん？紬お姉様。はい。特訓です。今すぐ特訓の準備をしてください。どうしたの？いいから準備をしてください。なんだかわからないけど、今日は素直に従った方が良さそうだ。あれ、もうおしまいですか？うん、あんまり使ってると使えなくなっちゃうんだ。私は紬お姉様との思い出をもっとたくさん作りたいんです。イオちゃん、作りたいんです。じゃあまた近いうちに思い出作ろうよ。特訓しながら効率的にね。はい、絶対の絶対ですからね。うん。今日のイオちゃんはガシガシ来るな。静止画じゃなくて動画を見せていたらどうなっていたんだろう。
綺麗。ん？つむぎちゃん、何が綺麗なのかしら？鋼さんのことですよ。本当に綺麗だし、魅力的な体型してますよね。私の憧れる体型だよ。私のことだったの？つむぎちゃんからそう言ってもらえるのはすごく嬉しいわ。せっかくだからスマホで撮ってもいいですか？スマホ？わかりやすく説明すると、絵や動画として残る感じ？忍者の職務上、顔をさらけ出すのはね。残るとなるとなおさら気が引けるわ。 SNS にあげないからお願いします。個人で楽しむだけだから。 SNS？ SNS は鋼さんの世界でわかりやすく説明すると電子カバラ版みたいな感じかな。お願いします。スマホのことはよくわからないけど、絵や動画として残せて閲覧ができるのよね。はい。だったらこうしましょう。どうせなら私の体術をとってつむぎちゃんの剣術の向上に役立てるのはどうかしら？効率的だし、すごくいいアイデアだと思う。ぜひお願いします。じゃあ早速支度をしましょう。つむぎちゃん、うまく撮れたかしら？待って、今確認中。私の体術がつむぎちゃんの剣術に活かせるといいんだけど。うん、バッチリいい感じで撮れてるよ。なんだか新しい技を思いつきそう。よかったわ。また何か協力できることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。はい、その時はお願いします。最後に約束だけど、 SNS には載せちゃダメだからね。動画再生サイトに上げたら再生回数がすごそうだけど、諦めます。よろしい。Alright, my gamer gone. I'm gonna call it quits right here. We'll watch this next one on the next video. As always, my gamer gauntlets, like, share, subscribe, leave a comment down below in the comment section for UP Thursday. Drop a gamer tag, and as always, my gauntlets, later.